今回までのあらすじ。菊池よと協力してアリスを倒したクマはアリスをナユタに迎え入れる。この人たちの世話になったさ。そうなの？わかった。そして何かを企む謎の男。楽しそうなクマですね。ナユタの運命やいかに。あちこちに血痕確認。薬莢はライフル弾のものと推定。うん、ちっ、そんなものまで持ち出しているか。火器自体は見つかったか。いえ、確認できていません。そうか。班長、コアのメンバーを発見、捕獲しました。フラットと称していますが、尋問に入りますか。捕まったのか。いや、背後関係の調査は命令がない。そのまま海に投棄せよ。聞こえなかったのか。海に投棄します。いいか、コアなど町に存在しないも同然の害虫どもだ。虫同士の争いなどに構うほど我々は暇ではないだろう。怖っ、ヤクザかよ。し、特筆すべき情報は特になし。撤収だ。清掃局に連絡しておけ。は、次のニュースです。昨夜、東雲埠頭に何者かが不法に侵入したとのことです。調査のため、埠頭はしばらくの間、立ち入りが制限されます。物流などに対する影響は警備とのことです。次のニュースです。昨夜、毘沙門町のファミリーレストランで食中毒が発生しました。5人がその場で嘔吐、痙攣などを起こし、緊急搬送。店長は非正規処分とのことです。わあ。次のニュースです。店長。さらっと流したな。ここって昨日アリスたちが遊んだとこ？そうね。ドンパチしたとこ。アリスちゃんご活躍だったもんね。頑張ったよ。なるほど。マジモンの天然っ子か。なんかどう接すればいいのかわかんないね。元敵だし。そりゃあだこうだ考える方がかっこ悪いかな。なんでもない。番組変えよっか。何がいい？なんかキラキラちゃんがすごいいいお姉さん感。ならばパティミリにすべき。うん。あれ来るの？起きてきたの？でも今日日曜じゃないよ。特番があったのを忘れていた。劇場版のプロモ。早いな、ちびっこチーム。アリスちっちゃくないよ。そうかそうか、おっきい子チームなら俺と同じだな。他のみんなは？みんな高いびきだな。キラキラも寝てると思ったぜ。学校か？クマがどうせ行くとか言いそうだし、支えてあげようかなって。まあ、奴ならありえるか。確かに行きそう、無理して。あ、来た。おはよう。クマお兄ちゃん、おはよう。眩しい笑顔。アリス、その、早いな。キラキラお姉ちゃんとテレビ見てたよ。そうか、それは良かった。傷はどうだ？ドーンとやられたんだろう。想定していた最悪よりは半歩マシってところだな。仕込んでいた鉄板なんか攻撃したりじゃ貫通されてた可能性もあるからな。ヤミー、弾いっぱいの方がいいからってよくわかんないけど、なるほどな。で、今日は学校どうするの？休む、腹痛だ。ま、そりゃ痛かろうな。なら寝といた方がいいんじゃないか。いや、仕事はできる。ああ勤労少年。そっか、じゃあ私はサーボロ。ああ、タイマン少女。だが腹に穴開けたままドンパチってわけにもいかんだろ。シナズの旦那じゃあるまいし。その辺は私たちにお任せだね。
じゃあしばらくクマくんは戦闘には参加できないのかな。いや、フラッター総崩れだ。ライバルが少ない今、人材確保の好機だ。ワーカホリックだね。昨日みたいにドンパチするの。じゃあアリスも行く。アリスちゃんは相当頼りになりそうだね。それはダメなの。アリス、お留守番。いや、行こう。マー君、何か作業してるのかな。今週の汗、今日だって。あれ、まあ、あ、今のうちに洗い物しとこうかな。みんな、普通に生活してます。ケイチュー、ケイチュー、はい。どうした、ジャッパー。ナユタのメンバー諸君、君たち最近ちょっとたるんでるぞ。あー、どうかな。クマくんはしっかり仕事してたっぽいけど、仕事のファイルの整理中なんだがね。我々は戦うものであり、超獣座が革命の志を胸に気を引き締め続けるべきであろう。どうしたのザッパ君、急に。さっきまでアニメ見てくつろいでた人間が言うことじゃないな。クマくんの方が仕事してるじゃん。今週のパティミリも良かった。海撲滅作戦するだけのギャグ回と見せかけて。海撲滅作戦、気になるな。そうそう、まさかのパティ覚醒会でって、それはそれとしてだ。はい、何かする気か。訓練を行う。ちょっと待ってね。訓練、はあ、奥に行きもよかった。何する気なのかな。訓練ですか。こうやってそういうことも、こう軍人さんみたいな。まあでも戦うんだし、多少の訓練はしておいた方がいい気はするね。ああ違う違う、これザッパの適当なイベントだよ。やっぱり適当。今日もお祭り騒ぎの始まり。はーい、お待ちだ。お、ピザ。ピザ、こんなもん用意してたのか。もしかして大食い大会の。我が道、いつをもってこれを貫くってやつでな、抜かりはないのさ。はあ、なんだかよくわかんねえが、食えばいいのか。うまそうじゃん。なあ、待て待て、説明はこれからだ。はい、説明。何何、美味しい食べ方とか。いや、今からみんなでこれを一切れずつ食う。うん、だがどれかは激辛だ。悶絶間違いなし。ロシアンルーレットか。こないだの食べ放題の時のリベンジをするための訓練をするのかと思ったら、ロシアンルーレット。激辛を避ける運、あるいは食べきる耐久力、2つを同時に鍛えられる訓練なのだ。運って鍛えるものなのかな。運を鍛えるってな、ねえ。食べ物をおもちゃにするのは、食べきれば問題なし。引いたやつは根性で食い切れよ。これ絶対ザッパくんが食らうでしょ。辛いだけなんだろうな。洗剤でもなんだか混ざってないな。まあまあね、するかって大丈夫だ。この中にはヒットとホームランがある。ヒットにはホットソースを振った。はあ、ホームランには脳と鎮圧用の唐辛子スプレーを一吹き。それ食べ物じゃないよね。それって死ぬぞ。さあさあ始めるぞ。公平を期すため俺は最後だ。誰から行く。こんなの先に取った方が有利だろ。俺から取る。まあこれ先に取るとか後に取るとか関係ないらしいですけどね、確率的に。よし、行け行け。匂いで、いやダメだ、混じっててどれかまではわかんねえ。一か八かだ、これ。あ、その反応は。よし、トラ太郎は取ったね。次は。あ、ずるいトラ太郎。どうしよう。私が取る。お、ポルノちゃん挑戦的。ズルコ、私だって先がいいのに。いや待って、
もしかしたらみんな助かるかも。え、どういうこと？ああ、いいぞ。さあどうなるかな。こっちか、これか、これ、お、見えた。いただいていく。よし、次々行こうぜ。さすが無香料の香水の匂いをかき分けるポルノちゃんだ。そういうことか、ポルノめ。え、何？わかったの？ん？いや、ザッパの表情を見ろ。選ぶピザによって明らかに様子が違う。ザッパくん、ババ抜き下手かもね。ユッキー、そういうこと。じゃあ、私ね。わかりやすいなぁ、ザッパくん。キラキラも気づいたな、ザッパのやつ。顔色どんどん悪くなってる。ザッパさんだけはどれにかけたか知ってるから。あ、しかしザッパの顔を観察する訓練になってるな。さあ、メリコに行くわ。あとはお前らだぞ。でも一応辛いのさ、唐辛子スプレーまではいかなくてもホットソースがかかったやつはあるんだよね。あ、じゃあ取らせてもらうか。私も。さすがにクマくんが取るのかな、辛いのは。いや、トラ太郎くんか。じゃあ食うぜ、ザッパー。みんなで一斉に食うんだったか。そして残さず食い切ると。それ以外に言わないでしょ。さあさあ食いっと、ピザは飲み物。おのれボルナ、やってくれたな。そんな表情コロコロ変えるくらいでしょ。各種策に溺れる。自衛手段を取っただけ。策ってほどか。せーの、で、いただきます。あー。悶絶しながら転げていったぜ。ロータリーエンジン見て。かわいそう。2回転のひねりが入ったツインターボだね。水を求めてキッチンに聞いたか。安らかに眠れ。ザッパさんには申し訳ないですけど、私じゃなくて助かりました。うん、え、辛いのなければ普通にうめえピザだしな。ポルノちゃん、まさかホットソース当たったの？ヒットか。こっちもそういう感じじゃなかったな。もともと判別つかない程度だったのかも。ポルノちゃん、珍しいな。ああ。ポルノちゃん、辛いの苦手なんだっけ？あれ、まあ。ねえ。あっちも柵に溺れたか。デジャブ。ポルノちゃんが、ああいう弱ってるところ初めて見るね。珍しい。さて、出撃だ。野郎ども、準備はいいか？おお、調整バッチリ。今日もガンガン行くぜ。行くぜ行くぜ行くぜ。素敵ってね。いつでも行けるよ。うん。はいはい。お。いつも頑張るよ。アリスちゃん、実戦に使うのは初めてかな。ああ、狙撃芸の始まりである。へへへ。アリス、パーティーするの得意だよ。いっぱいするね。うん。あの、できれば手か足にしてあげてね。リコお姉ちゃんは難しいこと言うの。その方がいい。アリスなら多分できる。そうだね。実際手とか足見られるのめちゃめちゃ難しいらしいですよね。うん、大丈夫だよ。あまりやらせたくはないが、頼りになるものまた確かか。考えすぎない方がいいな。アジトの戸締まり確認してきました。よし。よし。
新メンバーも入ったところで一丁、ひと狩り行くとするか。おお、ジョーカー君も伝えたいですね。動画では全然使ってないですからね、多分。どうしようか。メンバーちょっと入れ替えてみる。ジョーカー君レベル低い、レベル2って秒で倒されちゃいそうな気もするけど、どうかな。まあ、せっかくだからアリスちゃんを、そうだな、とりあえず、まあ、ってのは、ジョーカー君も入れてみようか。これで行ってみましょう。えい。何かいるよ。カズマ。お、早速ジョーカー君。ラブジョイ彗星だもん。すごい技名だね。ほら。おお、結構食らう。意外。レベル2だよね、ジョーカー君。すごいな。なんかあれですね。あの、スマブラのネスを思い出しますね。てか、音も絶対、それパロディーでしょ。止めてみる。よーし。てか、まあ、単純に心的が弱いのかもしれないな。お、狙撃、あっち行って。もう、あっち行っては近接攻撃なのね。まあ、せっかくだから狙撃してもらいましょうか。はい。危ないよ。お。おー、すーげーオーバーキルダメージ。わあ、それでもやっぱりダメージ食らって結構きついですね。動く。よしよし、これで倒しきるでしょ。俺なりには動く。わーい、ジョーカー君もなかなか活躍してくれましたね。合理的に決める。まだ。次はクマくんか。じゃあラブジョイ彗星打法、カチーン。さすがに倒しきれなかった。じゃあ拙者動くな。ブチルグ止めてみる。そういう気倒しきれないかな。そうね、トラタロ君にしようか。して、ファランクス。いいね。で、ファランクスしようか。ファランクス。で、あとはラブジョイ先生だ方。カチーンで。これで終わりですよね。ナイス。キクチュウちゃん。なんだか妙だ。傷は癒えた。視界は落ち損じたが、敵の打倒もした。あの戦は終わった。それなのに、未だに思い起こしている。あの夜を。クマ君と共闘したあの夜を。正確には、あの男。惚れちゃった？初めて会った時は。ただの敵で、いや、敵とさえ認識していなかった。それから刃を交え、私が膝をつき、奴はとどめを刺さなかった。腹立たしいことに、それほら、どうしてか今はクマか。可愛らしいね、キクチュウちゃん。何をバカな、私は何を考えているのか。人気あるのわかるわ、キクチュウちゃんね。雪吊りで共闘しただけのこと、一度二度助けられたくらいで。人気投票1位だったんでしょ、キクチュウちゃん。もう口だけの男ではなかったよ。いやいやいや、だからなんだという。これは、闘志のようなものか。奴には負けていられないと。素直じゃないね。きっとそうだ。よし、解決した。あ、これはお嬢。シナズか。
もういいのか。はい、まあ大したことはありません。本当に狙撃されたんだよ。師範、そんな見え張ってまだ穴開いたままじゃないですか。マジで？アホ、涼しいくらいやで。シナさん、私には自制を言うのに自分は棚上げか。いや、大丈夫です。商売の方もありますんで、そう寝てられません。商売春売りかな。お嬢のおかげでフラットは沈みましたが、その間にナユタのガキどもが何しよるか。フラット完全に沈んじゃったのかな。まだ紫さん死んだわけじゃないんでしょ。ナユタが、そうか。それでお嬢はお出かけで。ああ、そうだな、雨も止んだようだ。町で少し歩いてくるか。お気をつけよう。お一人で帰って大丈夫でしょうか。あんまりこわもてのおっさんが始終張り付くのもあかんやろ。そうですね、菊千代様に限ってめったなことも。え、何それ、フラグ。ドンパチでやられた連中の回収しんどるな。ええ、だいぶやられましたが、医者の手配は滞りなく。うん、ほら、ええわ。さて、おっさんは悪事に勤しむで。はっ、春売りか。キコチオちゃんが知ったらどうなるんだろう。よ、どうしたこんな時間から。久しぶりにモブが出てきたな。あ、先輩、それが不調の方が封鎖されてまして。ああ、予定された2が来ないってんで午後は休みです。ああ、それよかったな。ここのところ忙しかったですからね。ゆっくり疲れを取ろうと帰るとこです。まあ、それならもっと疲れの取れるところに行かないか。もっと疲れの取れるところ、温泉とか。どこです、それ。銭湯とかです。かぶっちゃったねえ。来たよね、銭湯ね。違う違う、確かにこの町は潔癖が同行してるからな。あれだよ、女の子と遊ぶ。あら、え、いや、そんな、そんなところ。あるところにはあるんだよ、遠慮も否認もいらない春を売る店が。なかなかそんなとこないよね。そんなところがこの町に。いや、しかしそれは。もちろんバレたらやばい。天に背く連中の店だからな。非正規の連中をそうやって働かせてるって噂は。いや、ある意味非正規よりやばい。もう一段下の連中だ。え、それって大丈夫ですか。病気とか。ああ、そういう、そういう偏見の仕方。言ってみりゃそうやばくもないぜ。それに金さえ積めば、うん、マジでお構いなしの何でもありだぜ。うん、行っちゃうの。どうする、聞かなかったことにして家で抜くか。いえ、ここからは遠いんですか。行っちゃうのか。来いよ、案内してやる。俺も今日は直帰だからな。はい。じゃあ春売り、春売りがあれらしいので、ミッションらしいので、トゥードゥーか、トゥードゥーらしいのでやっていきましょうか。2万円以上ですって。いけるかな。僕がなちょっと少し前に妊娠状態になってしまったんで、あんまり出したくないんですよね。うん、まあ出てもらうか。最悪の時は。あ、でも今回は割と楽そうかな。どうだろう。あー、僕しかいない。仕方ない。あ、いけなかった。いける。いけない。
これは2万は稼いでないな、さすがに。ああ。これで中まで見える？仕方なし。ジョーカー、ちょっと。クマさん。ああ、いいね、今日もね。どこか出かけるところだったか。そうなんですけど、何かご用でした？大したことじゃないの。そっちは？はい、ちょっと練習をと思って。人狩り、また行くんでしょ？うん、修行？練習？人狩りのか？クマさんも一緒にどうですか？それで、アドバイスとかもらえたら嬉しいです。人狩りの練習ってなんだろう。あれかな、バットの素振りでもしてるのかな。それで蓋を開ければ野球の練習だったのである。人狩りに、まあ無関係なわけではないか。しっかり振らないと感覚も忘れちゃいます。意外とフォームはそれっぽいのである。なんでその装備を選んだのかとは思っていたが。野球部だったんですよ。これでバッチリ戦えます。野球部だったんだ。なんか見えないね。野球でか。本人がそう言ってるからいいのである。うん、しかし俺も野球関連で助言できるようなことはないぞ。というか、拳銃振り回すクマにバットの扱い方を聞かれてもって感じである。クマくん濃厚だしね。いいですよ、付き合ってくれるだけで。それくらいは構わない。はい、頑張るぞ。ちなみにアンテナちゃんは何でいるの？やる気だけはいるほどあるでしで、何よりであるよ。別に弟子じゃない。しかし運動部の経験者とはそういうイメージはなかったらね。初対面が倦怠としてだったからかもしれないが。人は見かけによらないものである。そうだな、アンテナも。こんな美少女が天才とは思わなかったか。なんじゃって。まあなかなか思わないだろうね。どちらかというと変な子供にしか。やめておくか。まあそんなところだ。ジョーカー、それでポジションは。クマくん女たらしだね。マネージャーです。うん、は？あ、野球部のマネージャーだったのか。なんて、みんながそこがお前のベストポジションだって。なんだそりゃ。毎日のようにスポドリとハチミツレモンいっぱい仕込んでました。そうですか。運動部経験者には違いはないのである。一応サポート方面だったのか。運動の経験者ではなさそうだが。そういえばクッソドリナが出身とか言ってたね。はい、人数が足りるか微妙だからって、ぜひ入ってくれって。それでマネージャーに当てられるの。ねえ、それでマネージャーか。忙しかったですよ。みんなのユニフォーム洗ったり、試合のスコア書きまくったり。まあマネージャーとしては優秀だったんだろうな。それはそのハードそうだな。うん、運動部の連中の世話はやたらハードとネットでも評判である。へえ。大丈夫でしたよ。ちょくちょくみんな手伝ってくれたりしましたし。あ、そうなんだ。ただなんでか部室で2人になるとなんかこうじーっと見てくるんですけどね。頼りなく見られてたのかな。危ない危ない。それは軽装の危機だったのでは。ねえ、し病院に入るまではひたすら部活の毎日でしたからね。頑張りますよ。ジョーカー君かわいいからな。よし、再開。41、42。つまりあの素振り、見よう見まねか。しかしマネージャーとは。宣言撤回である。ふふふ。人は見かけによるのである。そうだな。クマさん、次は投球練習です。見ててくださいよ。
ほんとやる気だけはあるよね。なんでしょう。ボルテージスキルが解放、デッドエンドラン、めっちゃかっこよさそう。ジェートなどと言わないことを。だいたい死ぬ目派の私が何だと。クマとデートなどと。何って下克上ですわ。え、元棟梁、勝手に私を助けるな、守るな。私はどうすれば。